ジャガーズチャンネル始まるよ。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとお話が回してる、はい、あ、回してます、すいません、はいはい、ちょっと前からやってる、はい、ジャガーズチャンネルでの、はい、競馬予想の企画あるじゃないですか。はい、はい、どうします、はい、今後どうしますってなんですか。いやいや、ずっとなんか外れてますし、はい、でいやいやいや、当たってます。だってちょろちょろちょちょろちょろ2戦2勝、あ、ちゃん4戦2勝。もうね、すごい。僕はゼロ。はい、どのくらい今も儲かってるんですか。マイナスです。マイナスです。プラスなんかね、見てないし。いや、だってもともとこの競馬予想企画を始めたのは、こうジャガーズチャンネルの夢を、はい、掲げたじゃないですか。ああ、そうですね、はい。このチャンネルの展示会をやりたいって。はい。お二人が所有してるグッズだったり、はい、その中井さんからいただいた衣装だったりを皆さんに直接見てもらう機会を設けようということで。そのために。はい。頑張って競馬をやってます。いやいや、マイナスなんですよね今。いや、これだからちょっとちゃんともう一回ですね、もう企画をちょっともう一回整理して、はい、ちゃんと予算、番組予算でちゃんともう出しますもん。あ、なるほど。おー、はい、YouTube の収益から、はい、はい、収益からも出して、それでお二人にもう決まった金額でやってもらって、はあ、目標金額100万円。わあ、ええー、はい、これでもうまあそうです、大体もう月1回ぐらいのペースで毎回やっていただけますもん。はい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 、はい、そっか、 G1 のために、まあ、今週天皇賞の春があるんで、はい、あ、そうかそうか、そうなんですか、はい、じゃあそうしましょう。はい、まあ、早い方がいいですよね。そうですね。そんなに、はい、公式いくらします？まあでもそんなにないので、もうお一人1000円ずつで。それを毎回。そう。それ100万円ですってことですか？そうです。え？でも別に期限は設けていないので、特にその何回の間にとかはないので。まあ、じゃあ普段の予想とは全く変わりますよね。まあそうですね、その100万円という目標があります。まあただ先ほども申し上げましたが、1回で別に100万足さなくてもいいので、そこはお二人のそのそれぞれの戦術というか、はい、任せますが、え、次いつでしたっけ、その天皇賞。5月2日天皇賞春。はい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 、で、それ予想って予想が、はい、ちょっと僕まだ、ね、枠とかも出てないから、この今の時点出てないんで、はい、出て、はい、でも地方行っちゃうんですよ今回、はいはいはい、だから地方で取やるんで、予想は、え、僕いないとこでやるってことですか。任せていただいて、いやいや、ちょ、え、僕いないとこで、はい、番組の予算使って、勝手に予算使って大丈夫、1000円ずつだから、いやいや、違う違う、1000円ずつですからって言いますけど、1000円がどれだけ我々のチャンネルにとって大切かわかるじゃないですか。もちろん、お二人はここ最近の再生数といったら、いや、もう視聴者の方に再生していただいた、もう大事な大事な、うん、はい、収益ですから。捨てるつもりで、もちろん捨てるつもりを。そうですよ、失礼だな。なあ、こんな、こんな失礼だな。しっかりそこは稼ぎますから、皆さんのために還元するためのお金を作るわけですからね。はい、はい、頑張ります。じゃあ、はいはい、頑張ります。じゃあすいません、よろしくお願いします。じゃあ、はい、予想の方、はい、予想しっかりしますんで、はい、はいはい、よろしくお願いします。はい、というわけで今後の、競馬予想企画お楽しみに。はいはい、はい、さ、はい、小倉さんから言われて、うん、天皇賞春、そうですね、目指せ100万だから今までと違う買い方をしなきゃいけない。いや、これ逆に参ったな。決めた？決めた。今回はですね、初の阪神、うん、今までのデータでも度外視します、うん、そして雨っていう可能性が出てきたので、うん、ちょっと荒れるんじゃないかなと思って、うん、僕は、実際言いますね、5番ディアスティマ。ディアスティマです。はい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 。まだ重賞勝っ
ってないっていうか出てないんですけど、うん、その事務所勝ってるわけじゃないんだけども、ガーモンでも強いね。え、前回逃げ切って勝ったの で、うん、で今回も重馬場で逃げ切ってそのまま勝つんじゃないかな。スタミナはめちゃくちゃあると思うので、うん、僕は勇気なスマイル、はい、なるほど、を頭に、うん、多分あとね10番人気ぐらいの馬を2頭選んで、うん、今まだオッズ出てないからあれですけど、うん、2頭選んで500円ずつ馬たんで行こうかを、うん、ユーキャスマイルだけじゃダメなんだけど、僕はディアスティマ単勝1000円、あ、なるほどね。とりあえずまあ固めに多分10倍以上は10倍ぐらい、まだ分かんないけど10倍だったら1万円、まあ、まあ資金を増やしてもらえるです。俺はちょっと大穴狙って、大穴というかまあある程度いくやつを狙おうかなと思ってる、はい、はい、そんな感じになります。はい、はい、小倉さんに怒られないように頑張ってちょっとずつ増やしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。高評価、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。